今回は体の内側から体調を整えてくれる健康と美容に効果的な美味しい薬膳スープの作り方を紹介します。このスープを食べれば免疫力のアップ、疲労回復、需要競争、血流アップ、美肌効果、ダイエット効果などが期待できます。今の時期に不安な夏バテや感染予防におすすめですよ。それでは作っていきましょう。材料は干し椎茸3枚、クコの実10粒、乾燥キクラゲ6個、骨付き鶏もも肉 500g、 玉ねぎの皮、生姜の皮、青ネギ、セロリの葉、かぼちゃの種とワタ、人参の皮、キャベツの芯などの野菜のくずを使います。野菜のくずは全く同じものではなくて大丈夫、あるものでいいですよ。野菜くずは栄養がたっぷりで出汁も出るので、これを使うだけでも薬膳スープになります。あとは旬の野菜のモロヘイヤと長ネギを入れます。具材はお好みで大丈夫ですが、旬の食材が入るといいですよ。お好み、干し椎茸、キクラゲは水で戻しておきます。骨付き鶏もも肉は食べやすい大きさにカットしておきます。もちろん普通の鶏肉を使ってもいいですが、出汁と栄養は骨付きの方が多く出ます。しかし骨があると食べづらいなどのデメリットもありますので、お好みで選んでください。鍋に水 1200cc と野菜くずを入れ、煮出していきます。野菜の皮に汚れや農薬がついている可能性があるので、重曹などを使い、よく洗ってから使うのがいいです。沸騰したら弱火にして10分間煮出します。その間に鍋にお湯を沸かし、鶏肉を湯がいていきます。沸騰したらお湯の中に鶏肉を入れ、全体が白くなるまで湯がきます。1分ぐらい茹でたらお湯から引き上げます。流水でよく水洗いして汚れや血合いなどを洗い流します。こうすることで鶏肉の臭みを抑えることができます。このように洗っておきます。そうしたら野菜のくずの出汁ができたので、紙でこします。これで野菜の栄養がたっぷりの出汁ができました。鍋に野菜だしと鶏肉を入れます。干し椎茸の戻し汁を 100cc くらい入れます。干し椎茸は斜めにスライスします。クラゲが食べやすい大きさにカットしておきます。鍋に火をかけたら干し椎茸とキクラゲを入れます。斜めに切った長ネギを 15g 入れます。
あれば山椒や八角などの香辛料を入れます。紹興酒または酒を 50cc 入れます。塩をスプーン山盛り1杯入れます。焼く直前まで加熱したら弱火にして煮ていきます。出てきたアクはしっかりと取り除きます。ここから30分くらい煮込みます。30分したらモロヘイヤの葉の部分を入れます。木や根には毒があることがあるので使いません。味を確認します。塩をスプーン山盛り1杯入れます。胡椒を振りかけます。味付けはお好みで調整してください。これで軽く煮たら薬膳スープの完成です。スープボウルに盛り付けたら最後にお好みをのせて完成です。これで鶏肉の薬膳スープの出来上がりです。栄養たっぷりで健康や美容に効果的なので、よかったらお試しください。詳しいレシピと作り方はブログに書いていますので、そちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄にあります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。